どうもこんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。今回はとある事情で改変されてしまったり、場合によってはそれ以降一切出れなくなってしまったりといった要素特集。こういうテーマの特集はこのチャンネルでは多い方じゃないから、どんなゲームのどんな要素が出てくるのかちょっと想像がつかないなぁ。そういえばあのキャラいつの間にか見なくなったなぁというものから、これはさすがに変えなきゃまずいよなと感じるものから、ものによってはなんでこれをこうしちゃったんだよと一見納得がいかないものも、なんだろう気になる。そんなわけで早速スタートなんだぜ。まずはとある事情で作品を去ることになってしまったキャラ。普通はあるキャラが出なくなった理由って、単純に人気がなくなっちゃったとか世界観に合わないかもとかそんなのだろうけど、大人の事情っていうとどんなキャラが出てくるんだろう。まずはこのキャラ、これはドラクエ4にのみ出てくる非常にレアなモンスターだ。確かにあんまりドラクエシリーズでおなじみのモンスターではない気がするわね。そしてこの見た目にモンスターの名前がブラックマージ、なんか色々あったのかなと察してしまうんじゃないだろうか。確かにそれはいろいろ揉めそうな。昔ドラゴンボールでミスターポポの肌の色を、いろいろ配慮した結果青にしたみたいなのを聞いて、それに関してはあんまりピンとこなかったんだけど、今回の場合はモンスター扱いってことだもんな。キャラの色変更といえばポケモンのルージュラも、元々の真っ黒な色から若干紫っぽい色に変えられたりもしていたな。あとポケモンといえばユンゲラーが何か問題で、裁判沙汰にもなったって聞いたことがあるんだけど。ああ、多分それは超能力者として有名なユリゲラーが起こした裁判で、自分のイメージを勝手に使われたことなどに対し100億円もの賠償金を任天堂に請求したってやつだな。100億円、負けたとしても任天堂なら払えちゃいそうな気もするけど結果はどうなったの？複数回の訴えが行われたようだが、いずれも却下されるなどの結果で賠償金の支払いには至らず、しかし任天堂側としてはユンゲラーのポケモンカードを出さないようにするなど、自主的な制限をかけることにもなった。じゃあ裁判こそ終わったけど、その後もお互い牽制状態みたいな感じだったのかな。しかし印象深いのはその裁判から約20年後の2020年の出来事。なんとユリゲラー本人が過去の訴えに対する謝罪の言葉を述べ、ユンゲラーのカードが新たに発売されても何も文句を言わないと宣言。ずっと心のどこかで引っかかり続けてたのかな。任天堂もすぐにユリゲラーに手紙を送り、ポケモンファンのためにそのような決断を下してくれたことに感謝の言葉を伝えたんだ。最初は裁判沙汰っていうかなり心配な始まりだったけど、最終的にはお互いがいい関係になれたってものすごくいい結末ね。そしてこの数例を見るだけでも大人の事情ってのは本当に複雑でいろんなものがあるんだとわかるな。複雑な事情といえば、他には例えば第4次スーパーロボット大戦に出演したスペリオルガンダム。スペリオルガンダムはめちゃくちゃかっこよくて好きなんだけど、確かにスパロボでは第4次でしか見たことがない気がするし、他のガンダムが出てくるような作品でもあんまり目立った出演がないような。それがまさに複雑な版権問題。もともとスペリオルガンダムなどが登場するガンダムセンチネルのシリーズは、ホビー誌のモデルグラフィックスで誕生したんだ。ホビー誌でガンダムのシリーズが誕生ってどういうこと？これはガンプラの新作シリーズを新たに展開していくために、バンダイがモデルグラフィックスに協力を仰ぎ企画がスタートしたと言われている。なるほど、ガンプラ展開ありきで始まったシリーズだったんだ。しかし他のシリーズと違う形で生まれることとなった今シリーズは、著作物に対する権利がバンダイなのかモデルグラフィックス側なのか非常に曖昧に。ガンダム自体はバンダイのものだけどこのシリーズを作ったのはホビー誌の方なのか。そんな中第4次スーパーロボット大戦の各地ユニットとしてスペリオルガンダムなどが登場したが、これが使用許可の確認が不十分だったため問題になったと噂されており、その後スパロボ作品でも一部の作品でスペリオルガンダムなどのデータ自体は存在しているんだが、結局没データとして本編でその姿を見ることはなかったわけだな。頭の悪い私にはどっちが悪いとかはよくわからないけど、自分の大好きでめちゃくちゃかっこいいと思ってるセンチネルの機体が活躍する姿をあんまり見れないのは、ちょっと寂しいような気もするわね。ちなみにこの問題は思った以上に根深いようで、2022年に発売の機動戦士ガンダム新薬モビルスーツ大全集という本でも、権利者の希望により年表内で掲載されない作品があります。という注意書きの通りセンチネルの作品は掲載されていないようだ。これもユリゲラーの時みたいにいつか気持ちよく解決してくれたらいいのにな。ちなみに先ほどから映っているブラッドテンプルも、実は第4次スーパーロボット大戦のみ参戦の機体でちょっと問題視されていたが、それはまた別の機会で取り上げよう。大人の事情っていうのは難しいなぁ。
続いてはいつの間にか修正されることとなった要素。例えばこれは昔のデスピサロのイラストで、こっちが最近のデスピサロのイラストなんだが、一つ大きな違いがあるのに気がつくだろうか？色合いがなんとなく違うような気もするけど、きっとそういうことじゃないだろうしなぁ。これはゾウマでも同じ変化が起きているので、同じくまずは古いイラストのゾウマ、そしてこちらが新しいイラストのゾウマだ。さっきと同じ変化？なんだろうなぁ。ヒントは何かの数が増えている。何かの数？あ、わかった。指の数が4本から5本に増えてるんだ。お見事、その通り。昔から漫画やゲームでは人間ではない敵キャラの手や指の本数が4本や3本になっていることはよくある。確かに指が5本じゃない敵モンスターをちょいちょい見たことがある気がする。そして5本の指というのはそれぞれ知性、慈悲、貪欲、嫉妬、愚痴を表しているという考えもあり、例えば指が3本のキャラクターは知性と慈悲を失い、貪欲と嫉妬と愚痴の身に支配された凶暴な生き物、4本のキャラクターは慈悲はないが知性を持ち合わせているように表現されることもある。じゃあドラクエのラスボスはみんなただの凶暴な敵じゃなくて、知性を持った上での強敵だから4本指ってことなのか。そうかもしれないな。しかし指の数というのは人によってはデリケートな問題。そういった側から何か訴えがあったのか、それとも制作側が自主的になのかはわからないが、今では多くの作品で5本指ではないキャラの指の数が修正されていたりするんだ。なるほどねー。あ、でもミッキーマウスって今でも指が4本のままだと思うんだけど、それは大丈夫なの？他には例えばファイナルファンタジーシリーズで修正された要素なんかもたくさんある。ファイナルファンタジーシリーズはリメイクとかがいっぱいあるけど、どこがどう修正していったんだろう。最近話題になっていたのはファイナルファンタジー7のティファ。原作からタンクトップにタイトなミニスカート姿と、活発ながらにかなり露出が多めなのでリメイクである程度抑える必要があったのかもしれない。ティファはリメイクだとタンクトップの下に黒いインナーを着てて、生足だったのもニーソックスを履くようになってて、活発なイメージはそのままにだいぶ肌の面積は減ったように感じるわよね。しかしその一方でやはり昔のままの衣装が好きなファンが多く、とあるユーザーが原作版での衣装を再現したデータを公開し、多くのプレイヤーがそのデータを使って、あの頃の記憶のティファでリメイクを遊んでいたようだ。こうやって改めて綺麗な映像で昔の服装のティファを見たら、ちょっと気になりすぎちゃって戦闘どころじゃなくなっちゃうわ。ティファはあの頃から凄まじい人気を誇るキャラだが、こうやって最新の映像で再現された姿を見た今、改めて天才的なキャラデザだったんだなと感じるよな。普通にめちゃくちゃ可愛いもんなぁ。他にはファイナルファンタジー6のセリス。セリスも人気キャラだぞ。彼女はロックが救出し仲間になる直前まで鎖に繋がれて暴行されているシーンがある。ある意味あれはセリスを象徴する一つのシーンよね。それゆえか公式グッズのカード出すとしてこんなものまで出ていたりもするんだが、ゲームボーイアドバンス版以降ではこのシーンは削除されているんだ。何か抗議とかが来たりしたのかな？よく言われている説は、スーファミの当時はあまりに過激でなければ表現のことを気にする必要がなかったが、それが後にゲームに関する審査機構ができ、作品の表現によって細かく年齢制限をかけられるようになったため、全年齢対象を維持するために削除したんじゃないかということだな。なるほど、それは確かに大人の事情だ。他には海外版でのみ変更された要素なんかもあり、例えば召喚魔法の精霊。ああ、確かにこの格好は修正されても仕方がない気がする。というわけで国や機種によってはタイトなスカートを履いているような感じになったり、よくわからない布っぽいものがなんとなくかけられたりしている。今思い返すと昔のゲームのキャラって、ドットなのに結構際どいのがちらほらあったりしたよなぁ。他にも性的な理由で修正された要素は、ファイナルファンタジー霊式のスケルという魔法に関するもの。霊式はキャラクターがたくさんいてみんな個性的で楽しかった。このスケルという魔法は基本的には他のシリーズにはないオリジナルの魔法で、ネーミングのイメージ通りものを透明にして透けさせるというような効果。これは確か戦闘とかで活躍する系じゃなくて、イベントで使う系の魔法だったわよね。そうなんだ。そして他のシリーズおなじみの魔法同様、スケルスケルラスケルガと進化していき、これを使うとそれまで分厚い衣装に身をまとっていたキャラが、軽装のシャツ姿へと変貌する。分厚いコートがスケスケだぜ。そしてさらに上の段階になると、ご覧のようなところまで透けて見ることができる。これもうファイナルファンタジーじゃなくてトラブルダークネスとかだろ。しかしこの姿を干渉するモードは残念ながら HD 版では削除されてしまっている。さすがに露骨すぎたか。ちなみにこのスケルという魔法名はもともとはセクハという候補もあったようだが、
その名前がなんで採用されなかったかは言うまでもないな。セクハにしたら進化系がセクハラとか地獄すぎる。あとは性的なもので最初はあったが削除されてしまったといえば、ゆうこの剣やキングオブファイターズシリーズの脱衣系王なんかもそうだな。そういえば昔脱衣系王とかあったなぁ。確か必殺技を使ってとどめを刺すと女性キャラの服が破れるのよね。その通り。そして当時はその脱衣系を見たサミ女性格闘家チームに対して、とにかく必殺技を連発するプレイヤーが続出した。いたいた、あと1発で倒せるってくらいの時に普通に弱パンチとかで倒せばいいのに、急に必殺技を不自然に連発して、最終的に脱衣系をどころか普通に負けてる人見たことある。それくらい力が入ってしまう要素ではあったんだが、残念ながらザ・キング・オブ・ファイターズであれば94と95のみで廃止。あれはあれで盛り上がる要素だったんだけどな。そういった声も多かったのかのちの KOF 作品で久しぶりに脱衣 KO が復活。一度削除されて復活という非常に珍しい歴史をたどることとなったわけだな。確かにこういうのって一回削除されたり修正されたのがまた蘇るってほとんど聞いたことがないかも。そんな感じでなんとかかんとかまた復活した他の要素は例えば KOF のアメリカンスポーツチーム。スポーツチームいたなぁ。ザ・キング・オブ・ファイターズ94でオリジナルキャラクターとして登場。ボクサーであるヘディ・ディート元バスケ選手のラッキー・グローバーと、アメフト選手のブライアン・バトラーの3人組なんだが、癖が強く使いこなすのはなかなか難しい。確かに私もちょっとこのチームを触ったことがあるけど、格ゲーがそこまで上手じゃない私にはとてもじゃないけど使いこなせなかった。そのせい家族編の95では唯一のリストラチームとなってしまい、数年の時を経て98でようやく復活。そこでは各キャラクターのバランスや性能も見直され普通に使えるキャラに進化していたわけだ。よかったよかった。あとは格ゲーといえば、スト2の海外版ではベガの名前がバイソンになってるってのが有名よね。そうだな。これはバイソンがマイク・タイソンをモチーフとしたキャラクターであるため、海外版で問題視されないようにベガの方にバイソンの名前を、そしてもともとスペインで見られるベガという名前をスペインのキャラであるバルログに当てがい、結果バイソンがバルログとなったわけだな。でもこれは結果的に全然問題にはならなかったのよね。そうだな。当時からマイク・タイソン側が何かを訴えるという動きもなく、むしろ今では光栄だと話しているとのことだな。めちゃくちゃ器が大きい。他にも設定を変えたゲームといえばファイナルファイト。今作では敵キャラの一人としてポイズンなどの女性キャラが登場する。こいつは動きが速くてハガーとかだとなかなか戦いにくかった。しかし海外のとある団体から女性への暴力に対しての抗議が来てしまったんだ。ゲームだし相手も容赦なく攻撃してきてるのにそういう抗議も来るのか。そこでとっさに出た言い訳が、ポイズンらのキャラは女性ではないというもの。性別が男だったら見た目が女性でもぶん殴られてていいのか？海外の家庭用ではキャラ自体を別の男性キャラに変更したというのもあるが、そういった対応も含めて訴訟や裁判など大きな問題にならず、大丈夫だったんだ。今では各コンの人気キャラクターとして、性別は特に明言しない形でストリートファイターシリーズにも参戦するようになったわけだ。なるほど、でも他にも女性が戦うゲームなんていくらでもありそうなのに、なんでポイズンだけそんな抗議が来たんだろう。実は女性を守る団体というのはただの体で、実際はお金目当ての訴訟を起こそうとしていたなんて話もあるが真相はわからずだな。もしそれが本当だったら自分たちの利益のためにいろんな人を巻き込んで正義感ぶって本当に許せないなぁ。といったところで今日の動画はここまで。また次回の動画で会おうなんだぜ。またねー。